どうも吉高です。前回のね、西尾線の有名なカーブの動画はもうね、もうご覧になりましたかね。マンダ未踏編方はね、そっちもぜひご覧ください。今回はカーブの内側から撮るか、それとも外側から撮るか、まあいわゆるインカーブかアウトカーブか、どっちが良いのか、いやそれはまあ撮る人の自由ですけれど、まあですがインカーブとアウトカーブとではね、撮影条件が違います。違いますよね。そう、きっと違うんですよ。まずインカーブですけれど、使用するレンズがね、まあだいたい標準形レンズです。標準形ってまあだいたい 50mm ぐらいですよね。この画像はだいたい 90mm ぐらいだで、ちょっと標準とは言い難いですが、まあだいたい標準形ってことで、標準形のレンズですとカメラの画面覗いてると、まあ列車がね、画面の端に行けば行くほど見かけのね、速度が上がるんで、シャッタースピードはね、高く設定しないとどうしてもね、動体ブレが目立ちやすくなります。あとできればね、高速連写ができるカメラがあれば良いカットが得られやすいかなと思います。まあ、次はアウトカーブですよ。これはまあ厳密にはね、アウトカーブゼロ角度っていう撮影方法で、先頭車両がね、まあ真正面を向いているあれですよね。このアウトカーブゼロ角度だと、まずもう望遠レンズが必須ですよね。この撮影方法なら、シャッタースピードはそれほど高くなくても、まあ動体ブレがね、目立ちにくいんですよ。その理由がまあ2つあって、一つは望遠レンズによる圧縮効果で列車の見かけの速度が遅くなるからなんですよね。それでもう一つはアウトカーブゼロ角度特有の先頭車両がね、まあ、真正面を向いとるじゃないですか。この真正面向いとるのって動体ブレがね、目立ちにくいんですよ。この二つの理由からシャッタースピードはね、それほど高くなくても、まあ動体ブレが目立ちにくいってことなんですよね。ほんでこの画像は名鉄のね、5000系なんですけれど、これは撮るときはね、もうアウトカーブゼロ角度で撮るとね、決めていました。まあそれには理由があって、このね、前面のね、 LED 表示をね、綺麗に映すためなんですよ。この LED 表示って、シャッタースピードが高すぎると、まあ条件次第では綺麗に映らへんじゃないですか。この画像、シャッタースピードは400分の1秒で撮ってるんですけれど、まあ400分の1秒ってまあそんな高いシャッタースピードじゃないじゃないですか。で、この LED 表示をまあ見切れずに綺麗に映しながら、動体ブレもね、まあ抑えてるんですよ。まあそんな感じなんですよ。今回はね、インカーブとアウトカーブゼロ角度の撮影方法の違いというね、まあ役に立たない話をしましたが、いかがでしたでしょうか。ついでにね、これまでの動画もね、ぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。ああ、よう喋ったわ。